毎度も、初めましての方、そしてお久しぶりの方も、関西で喋り手などをやっております。SOCO と書いて、走行と言います。お聞きいただいてありがとうございます。さて、この度、走行の独り言という僕がこの世界に入ってから、ほぼずっとどこかでやり続けてきた、ある日ふと思ったことをね、ボソボソ発表するという、どういった内容のことをボソっていたのかは、僕のホームページとか、独り言ツイッターというのに上げてるんで、よかったらまた見てほしいんですが、その配信版を毎日1年間通して明日からやろうかなと思い立ちまして、でさらに新たなチャレンジといいますか、趣のちょっと違う喋り手としての幅も広げたいと。声を使う職業なので、いろんな声色を使い分けれるようになりたい。そのためにはさまざまなものまねが習得できればいいんじゃないかと思ったりしたんですが、実はね、割とものまねいけんちゃうかなって前からちょっと思ってた節もありまして、実際ラジオ番組の中でも似てる似てないは別としてちょこちょこはやってたんですが、それをあくまで独り言という解釈の中でね、だいたいものまね最初は家で一人でボソボソやってみて、あ、いけんちゃうかな、似てるなーなんてやるのかなというのを聞いてもらうというね。なので、こう完成したものまねを披露するというのではなく、これできそうやねんけどな、どうやろうなみたいな独り言レベルでボソボソやってるのを配信して、出来上がっていく過程、もしくはボツになる様というのを果たして楽しんでもらえるのかどうか、ちょっとやってみないと分かりませんが、で1年通してね、僕モノマネのレパートリーが100個あるんですよと言えるように、それを目標にちょっとやってみたいと思います。なので、今までの独り言、そしてモノマネ独り言の2本柱的に、明日から1年間配信をお届けしていきますが、1年後どうなってるかは分かりませんけども、とりあえず毎晩夜頃にね、ツイッターにあげますので聞いてみてください。 SOCO 走行でした。さようなら、バイバーイ。